この動画はエレクトロニックアーツの提供となります。どうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。というわけで今回は APEX の案件動画になるんですが、案件内容としましては至ってシンプルで、しばらく APEX やってなかった人や新規の方にシーズン16をプロモーションするというものなんですね。皆さん、シーズン16といえば何ですか？レジェンドクラスががっつり変わった？まあそうですよね。でももっと楽しいことありますよね。はい、ネメシスです。シーズン16はネメシス使ってなんぼですよね。つまりこの動画はネメシスの案件ということですね。ネメシスって武器はめちゃくちゃ強くて、 R3O1 より光線距離が遠いのに火力がカーや R99 より高いというね、恐ろしい武器でございまして、まだシーズン16動画とか生放送でしか見てない、まだプレイはしてないわって方、絶対にネメシスを使ってみてください。マジでね、衝撃受けるんで。で、今回の動画のメンバーなんですけど、 APEX 4周年記念で報酬トラッカーが公式コラボとして作成されたヒューズスキンの TIE ルー、シティセレブレーションバナーの団体さん、射撃演習場ホロスプレーのアサパンさんとアニバーサリー部隊としてね、コラボしていこうと思います。ちなみに一つ朗報があるんですけれども、3月1日の午前3時までアッシュというレジェンドとそのテーマパックがタダで付与されるんで、今のうちにインストールして遊んでみてください。で、今回 APEX あれでしょ、なんかスチームの人口みたいな歴代トップやったでしょ。おー、なんかなってましたね。そう、めちゃくちゃ人増えてるらしい。だから新規も多いんじゃね。なんかオリエンテーションマッチみたいなのあって、最初始めたばっかの人はなんかボットしかいないカジュアルとかプレイできるらしいから、そこで慣れることができる。で、そうなんですか。そうなんかありましたね。そう俺は やったことないけど当然ね。やったらちょっとやばいですね。敵全員ボットやから俺らはやったらあかんみたいな、まあ、できないんだけど、そんなボットマッチとか追加されたんだ。いや俺さ、シャードこれさ、今回シャードもらえるんやけどさ、俺シャードもともとさ、はいはい、2個あんねん。はいはいはい。 PS ローの方今俺やばいっす、600になってる。やば。いや、どんだけ課金してん。普通のスキン欲しくて。ああ、そっか。そうコレクションメイトドレスキー今回なんかオクタンのなかったっけ。ああ、これかっこいい。ファイオハザード。ああ、オクタンかっこいいね、これ。これめっちゃかっこいいし、ね。これバカかっこいいよ、ね。レースのヒーローみたいな感じで、なんか地味にいいっすよ、これ。なんかさ、アメコミ感あったよ。そう。あ、そう、うん。そんな感じですね。とりあえず、買っとこう。あ、置かれない。後で課金しとこう。じゃあ、やりますか。あれ、もうもらえないんですか、これ。ネメシスがある。使おう。早お。買おう。あれ、武器チェンジできんかった。あらあらあら、エルスターオルタネーター、まあ、実質エルスターオルタネーターね。実質ネメシスこれ。いや、ちょっと無理があるわ、それは。エルスター実質よいしょー、上おるわ。おお、これ割りました、ね、ドームファイト珍しいな、チーですね。やばい、ネメシスの音しかしない。ネメシスレジェンド。おお、あの、これは、俺らこれ、APEX の案件でやってるけど、案件で APEX を、こう、PR すると見せかけて、ネメシスに文句言うだけの動画やからね。大丈夫か、これ、いろいろ。大丈夫か。ネメシスだけは、これちょっとね、どう考えてもおかしいからね、この、性能。EA さん見てる？やばいとこからネメシス撃ってくるやつ。APEX PR させてもらうとも悪いけど、ネメシスだけはこれやばいっすよ。あが、いや、まあでもこんだけ強い武器やった方がおもろいっすよ、やっぱ。まあね、はい、一回ぶっこれぐらいのやつ出した方がね、あのね、話題にはなるから。そうっすね。ガチでチーですっていろんなさ武器使えるはずなのに、キルログ見てみ今。99のネメシスだけよ。ほんまに。骨上のやつぶち抜きますわ。あ、天才。骨上から一生ネメシス撃っとるやつおるっすよ、ルーさんあれ。え、あいつ。あ、行きましょう。やばいやばい。別に。あー、やばいやばいやばいかも、ネメシス！ネメシスキモーい！これ。痛い。上行ったね、パスファインダー、もう一回。本当にネメシス99の音しかせえへん、これ。いや、ほんまにそれ。やばすぎる。いろんな武器あんのに。いや、この時間帯の武器プール結構やばいかもっすね。で、一応新規向けっていうか、なんか久々に帰ってきた人向けに、レジェンドのパッシブルを説明した方がいいのかな。え、ね、団体さん、アッシュは何が変わったんでしたっけ。アッシュはね、APEX クイズ。めっちゃわ、ね、私らしい。それは覚えてないかな。覚えてない、まアッシュ
あ、じゃあアサルトじゃないですか。あ、そうそう、アサルト、アサルト。ああ、パークあれですね。そう、パーク的なやつ。そうそうそう。はいはいはい。アッシュはアサルトクラスやから弾数が多いのと、あとは赤いサプライから、赤いサプライ強すぎんやっぱ。あれめっちゃすぐあれですね、紫のアタッチメントとかで。そうそうそう、金とか無限に出るからやばい。あ、ていうかさ、レジェンドの使用率見たのよ。一応変わったから、はいはい、クリプトさ、はい、爆増してる。え？なんでクリプトは？クリプト爆増してたよ。あ、まさか離婚っすか？離婚で噂の離婚で増えてる人ある。あ、噂の離婚で、なんかアンテナに最初からドローンを置いといて、はいはい、でクリプトってさ、わかるやん、周りの敵部隊とか。それで戦う瞬間にスキャンして位置を見てみた。はいはいはい。それでか、やっぱそれが強いと、あそこまでカジュアルでクリプトの人数が増えてるのもびっくりしたけど。やっぱ死ぬ。そうっすね。あー、ネメシス面白い。あ、PK やん、これ、モロタロ。強っ。あ、PK も強い。ドームマジ神。あ、行きましょう行きましょう。バルールとコントロールと同じぐらいですけど、これ。いいね、期待とっていいね。オッケーです。おー、めっちゃ速いっすね。こんなもん、コントロールも。こんな感じっすね、確か。あ、そうなんだ。もともとの仕様かじゃ。知らんかった。やばいって。やばいやばいやばい。出た。骨上の民。骨上の民は。あ、無理だわ、死ぬわ。骨上ネメシス、どうにかならんか、あれ。結構いい勝負してるし。いた。ネメシス強いとか言ってるけど、だから全然当たんないですけど、俺今日。そう。全く当たらん。やばい。投資悪いと全然当たんないんだよな。うわ。ネメシス。これネメシス。あ、これだ。サイト変える。変えます。で、いすぎやってこれやばいって。あ、回った。上。えぐ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 。うわやばい。骨上。うわやばいあれ。骨上ネメシスってえぐい。骨上やばいよな。やばい、やばい。骨下もやばい。骨上も骨下もやばい。骨下あるいがちょっと上すぎる。ああ、死にたくない、死にたくない。俺だけは逆転された。うわー、え、待って、え、ベジータ強すぎん。敵の骨上なんとかすらマジかよね。チージスランクとか行く前の練習にめっちゃいいから、うん、それはありがたい。かなり、やばい。実は俺も上取った。やばい、負ける。いや、これ負けるぞ。ネメシスに、ネメシスなのに。頑張れ、当たらん。俺が一応骨上を取ってるんですよね、これ。ちょっと俺アウトに使ってください。ここにいる。10点差っす今。オッケー、残骸戦カバスレ。やばい、これ来ないぞ。キーパーのここいる。キーヤブリすぎる。あ、やばい、これ無理だ。あ、サバ、それライフレンロー。危ねえ、ナイスナイス。俺が骨上にいる限り勝てるぞ。やり、その骨上カバー激アツすぎる。やっぱ取るゲームだ。やばいやばい、エグいってエグいってエグいって。そこだけは死守しなきゃ。で、パスファインダー来るからな、毎回。取りに行くんだよな。パスファインダーまだ来へんねんな、俺んとこ。3倍にした。ウルトリ行こう。骨上まだ俺、あ、やばい。骨上はやったけど、まだいたか。あー、負けたー。強でいい。ネメシスレジェンド使って突っ込んだら救急にボコボコにされるんですよ。いや、救急もバカ強いからな。結構バランス変わってそこは面白い。